株式会社ヒーロープロデューサー代表取締役福島一郎といいます。どうぞよろしくお願いします。主に幼児教育の事業をやってます。ヒーロー幼児園と言ってますけれども、社会科勉強とかビジネスみたいなことを結構園児たちにも教えてるので、そこが他の園とは大きな違いだと思ってます。日本でお金の教育ってやっぱタブー化されてるし、ビジネスのことを園児に教えるって何言ってるのっていう感じが多分一般的には思われるかもしれませんけれども、いわゆるこう金メダルを取ってる人たちってみんな幼児期から始めてると思うんですよね。スポーツの例と同じように、小さい時から社会とかビジネスを教えることで世界で活躍する子たちができるんじゃないかなっていうことを考え出したのがきっかけでもあります。習慣化みたいなことを気をつけてます。飛び箱じゃ飛びたい、じゃあいつまでに飛ぶっていうプランを立てますと。その中で実際にやってみる、 できなかった、じゃあどうやったらできるか、でまたそれで再チャレンジしていくっていう PDCA サイクルを学ばせようってことを今進めてます。例えば鉄棒とかも毎日それこそちょっとずつちょっとずつやることによって2ヶ月で逆上がりができるようになったことがあります。毎日こう続けるっていう、これを習慣化させるということがすごく大事です。朝体操って言って毎日朝走りに行ってます。でこれもやっぱ最初はやっぱりできなかったです。子どもたち何回も何回も繰り返すことでもうちゃんとそういうこともできるようになって、で午前中の授業に臨んでいきます。で授業の内容としては語学、計算、スポーツ、いろんなことを教えていきます。授業の中でもそのビジネスボードゲームみたいなのがありまして、そこの稼いだお金で遊びたい園で使うものを借りるのに使ったりとか、そういったところで社会とのこう接点ができるんだろうなというふうに思ってます。さまざまな教育内容をやってますので、教育の体系化をちゃんとしようというのを一つ目のこう課題としてやってます。でもう一つは先生の採用も教育も非常に大事な要素になると思ってますので、そこの採用と教育に力を入れてます。もう少し円を大きくしていた後にはですね、先ほどのビジネス系のものも独自で作ってますので、他の園に販売したりとか、まあ、一般の方々に販売したりということもゆくゆくは考えていると。我々としてはこう世界で活躍できるヒーローが育ってってもらいたいっていうことで、また日本の未来が変わるんじゃないかなっていうふうに思います。子どもたちに教えていくことによって、どんどん世界でまさに活躍するヒーローがたくさん生まれて、世界が明るく元気になる、そんな未来を作りたいなと思ってます。